実は選択的夫婦別姓っていうのは根本的なところがちょっとやばいなっていうことがあるから、今の民法を私たちは守って戸籍法を変えていくことにはとっても柔軟 で、その戸籍法を変えて通称使用ができるようにすればほとんど極限までできてしまうと。違う一つだけのことは、ここに籍があって夫か妻のどちらかの名前がここに貼って、この名字が家族全体の籍の名字になるっていうことの原則だけが違って、あとはこの戸籍のところに法律を改正してこの人は職業上、この人はこういう通称を使用してますよっていうふうに書いてしまえば、その通称がオフィシャル通称になるので何にでも使えるということで、で私はその通称使用を拡大する議連の大幹部をやってまして、今度実は高市さんの法案にさらに乗っけて片山法案というのを作って、この間安倍前総理には説明して、これいいねと、ここまでやればもう争いがないんじゃないなんていうふうに言ってもらったものがあります。まずそれはどうするかっていうと、